はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。シキニャンの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日はねこちらプラチナ宝くじチケットと結果発表が出ましたね。私はねもう前の時と一緒で ね事後報告という形になります。でね、私今回はねちょっといろいろあって最後イベントの日走れなかったっていうこともあって、だってマックスじゃないんですけど33枚のプラチキ宝くじがありました。それで結果なんですけど、今回は5等当たりました。前の時6等やったからね、うん、これはまずまず良かった、うん、でね、あとは、まあ、5等 2つと6等 4つ、7等11個、8等16個当たりましたね。で結構ねこれでねスタージュエルもたまりましたし、何よりね今回はねSレアスカウトチケット2枚と Sレア以上確定ガシャチケット2枚、あとねプラチナガシャチケット4枚手に入りました。こちらの方を使って今回は、動画撮らせていただこうと思います。ということでねガシャのページいきますと、ここでただいま30日まで1日1回無料ガシャの方あるので、こちらさっき引かせていただきますね。今日はタイプセレクトパッションの日となっております。さてでは1回無料ありがとうございますという気持ちを込めて引かせていただきますよ。まあこれ1回単発なんで、でまあレアでしょうね。はい、レアです。はい、私の結果は千崎エマさんでした。ではね、先ほども申した通りこちら4枚あります。プラチナ単発チケットを使わせていただきますよ。まあね、まあただのプラチナチケットなんでね、 Sレア出たらいいかなっては思ってますけど、さあどうなるでしょうね。ではね、まずね1回目引かせていただきますよ。はい、いきます。はい、安定の白。はい、日の茜です。ボンバー言ってみたかっただけです。ではね、残りのチケットも使っていきたいと思います。2枚目いきます。ですね、続きましては、あ、野々村そらちゃんです。 ABCD。 はい、ただ言ってみたかっただけです。うん、ただ言ってみたかっただけです。え、続きましていきますね。はい、続きましては、あ、千穂さんですね。うん、では最後のチケットもサクッといきます。いや、いきます。はい、白からのひなこー、むふふむふふむふふ、まあこんな感じですね。では先ほど手に入れた、うん、まあこれは後で使うとして、 Sレア以上確定チケットですね。これ Sレア以上だから SS レア出る可能性もあるんですよね。まあ受注ハック S レアだと思います、出ても。ということでね、こちらも引かせていただきますよ。さて、いきますね。はい、どーん、ほんとロード入った。はい、青です。青は確定してます。いきます。おっと、あ、新規です。戦場の音楽家有浦環奈来ました。イエイ。あ、なんか新規嬉しいです。
ひとまず新規ですね。ではもうまた戻っちゃう。ではじゃあもう一枚いきますね。よいしょ。今度はロード入らない。続きましては、あ、そうま夏美さんでした。はい、ではね、この調子でね、エスレアのスカウトチケットも使わせていただこうかなと思います。今やるんでね、こちら絞り込みである、まだ持ってない子たちを見ていきましょうね。エスレアですからね、結構持ってない子いるかな。マジモードはあやか、誰にしましょうかね。そうですね、この中でパッと欲しいかなと思った子一人は、江藤美咲さんにします。ひとまず一人目、私のスカウトのチケット1枚目は。はい、行きます。はい、江藤美咲さんです。こちらのねエスレアはね、私モバマスでは持ってるんですよ。ではもう一人スカウトさせていただきますね。今度は誰にしようかなという感じなんですけどね。あ、決めました決めました。やっぱこの人でしょう。はい、2人目のスカウトは、さとみさんです。素晴らしいお山の持ち主ですから、私はこういう基準で決めましたということで、一応ね、今回の宝くじで一気にスタージュエル10連分はたまったんだけど、この10連はおそらく明日以降のガシャ更新を見てちょっとね、回すか回さないか決めたいと思います。まあね、 SS レアでね欲しい子いるんだけどね、ファッションで実は。あ、何人か、例えばここに映ってるアコちゃんとか欲しいけどね。このアコちゃんとか、サナもいいなっていう感じなんですけどね。まあそれはね、後々、今回はちょっとね、こちらのねプレミアムオーディション会社買わないけど、まあ来月以降は買うかもしれないんで、まあそういう感じですね。ということで、本日もこのコーナーで最後は締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。今日はね、ファッションの女性を紹介します。ちょっと待ってくださいね。本日紹介するのはですね、お姉さん系です。お姉さん系のアイドル紹介させていただきますよ。ですね、本日紹介するアイドルはこの方、
美咲さんです。先ほどちょっとエスレアチケットでスカウトしましたね。はい、まあこれもあってちょっとスカウトしたっていうのもあるんですけど、美咲さんはですね、まあ喋り方とかから言うと結構ねスイート系の女性なんですね。まあ趣味が携帯小説、女子力アップという感じでね。で、意外に軽い感じなんだけど結構勉強できるのを自称していまして、で結構アイドル活動にも努力家、頑張ってる姿勢が見て取れます。またね、意外とねお母さん思いでね、自分のお母さんをお母ちゃんって言いながら親孝行する、まさにねその姿がギャップがすごい、ギャップ萌えなにやられるプロデューサーさんも結構多いらしいです。そんなね江藤美咲さんが意外と努力家の美咲さん、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。それでは本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできますので、もしよろしければそちらの方もご覧ください。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。